深く研究を重ねてきておられる和田先生に来てもらっております。まあ、お話としては、いわゆるロスチャイルド、ニューコートが行っている、まあ、記録的な紙幣の増発とマイナス金利は、これは地球上における金融実験が実践されている。今、実験中である。それによって、新たなる金融システム、いわゆるキャッシュレスからデジタル化へ進もうとするのではないかと、私たちは見てるわけだけれど、まあ、それについて、和田先生からの解説をお願いしたいと思います。ご紹介いただきました和田です。久しぶりにまた東京にお伺いさせていただきましたので、こちらの方にお伺いさせていただきました。もともと今お話を、総裁の方でお話をされた、記事は実は2年前の8月に私がここでお話をさせていただいた、ロシアの教会が人類を対象にしたグローバルな金融事件が行われていると、こういうスプートニックの記事ですね。まあ、そのことについて、2年前にお話をさせていただいたんですけれども、まあ、最近ニューヨークのダウが1000ドルを超す、下がったり上がったりというアップダウンを繰り返し、また日本の株式相場は、このニューヨークダウと連動したところがありますので、まあ、そういう日本の株式相場も大きく変動していると、まあ、そういうことが繰り返されている。まあ、その背景には、ロボットトレーディングというね、まあ、昔はハイフリークエンシートレーディングという HFT と言ってましたけれど、まあ、もうちょっとその違った言い方になっているみたいなんですけれど、まあ、そういうそのコンピュータートレーディングの世界がこの大きな株の乱高下を引き起こしているというようなことで、まあ、それがまたこの2年前にロシアルト教がその話をしていた、人類を対象としたグローバルな金融実験の中の一つと言えるんじゃないかなというように思いまして、まあ、今日上京したおりにこの話をお話しさせていただければと思って、今日のところをテーマにさせていただきました。もともとこの話は、基本的にお金の話になってくるわけなんですね。だいたいどうしても人間が生活をしていくためにはお金が必要ということで、最低限のお金はもちろん必要だと思いますが、他方このお金をかけていくと、残念ながら人間は拝金主義になっていくわけなんですね。どん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 そのお金だけがこう生きるための目的になっていくと、そういうようなことが、残念ながらそういう方がいらっしゃるかもしれないなというようなことを思われる中で、それがこれからどん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 、残念ながらそういう方が増えていくかもしれないなということを感じる今日この頃なんですけれども、実はそのお金がね、今このロシアルドが行っている金融事件ですね、その中で大きく変わっていくんじゃないかなと、そういうことをお話ができればというようには思っておりますと。もともとこのお話は、実は30年以上前に宇野正美さんが、まさに1989年の時の動画の中なんですけれども、このお金の話をしておりまして、世間の人たちはお金を目指して一生懸命頑張っていくというような中で、どん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 お金持ちになっていくわけなんですけれど、ただ皆さんが手にをされているお金というものは、実は本当は紙なんだということ。もともと宇野さんはこの動画の中で何とおっしゃっているかと言いますと、金持ちと言ってきながら、実は皆さんがお持ちのものは紙持ちなんですよということをお話されたわけなんですね。それがまさに今このロスチャイルドが行っているこの金融実験の中で、なぜこのお金持ちが紙持ちかと言いますと、1971年のニクソンショックの時に、紙幣と金との間のリンクを切り離されたことによって、紙幣は無法にすり散らかされるというような状況になっておりまして、それが今、世界中の中央銀行がこの紙幣をどんどんすり散らかしを、特に2008年のリーマンショック以降、どん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 その金融緩和の中で、ペーパーマネーをどんどん氾濫をさせていると。そういう流れの中で、実際お金を手にはしているけれど、これが本当のお金なんですかっていうところが、ここで問われてるんじゃないかなと思うんですね。それが今このペーパーマネーからまさに仮想通貨ブロックチェーンの
コロナクリプトクリシクリシクラシのその貨幣の中にこう切り替わっていってるっていうところにもかかってきてますし、またあの元々その、その株自身、やはり中央銀行が作ったバブルだったわけなんですけれど、その株自身 の乱高下の中で、そのバブルが弾ける予兆ですね。これはまた1000ドルというのは、今までの過去のニューヨークダウンの歴史の中で、これは過去最高だというように言われてますけれども、ただ、今実際のニューヨークダウンの株は2万ドルをはるかに超えてますけれども、これははっきり言ってバブルですよね。もともとその理由が全くないわけですね。まあ、上がってるものは、いろんなその雇用統計とか、いろんな景気に関する統計が、これが上向いているということで、まあ、世界の報道は世界中でその景気が良くなっていると言ってますけれど、まあ、それが本当なのかというところが問われているんじゃないかなというようには思いますけれど、まあ、そのような中、もともとその統計自身が実は本当は一番その嘘なんじゃないかということを、まあ、イギリスのディズレールという首相が、まあ、19世紀の時に、まあ、言ったんだか言ってないんだかっていう話もあるぐらい、統計のその信憑性がもう問われていると言えるんじゃないかなというように思いますと。まさに中央銀行が作ったバブルが今弾けつつあるというようなところですけれど、ただ彼らもやはりなかなかしぶといのですぐ簡単にやはり、まあ、なかなか弾けないんじゃないかと。本当の弾けるのは、私はやはりもうちょっとしばらくを経った、まあ、秋ぐらいに、まあ、大体私はこう2年前からお話をさせていただいておりますけれども、いつも必ずその金融恐慌がもし仮に起きるとすると、いつも10月節を私は参用しておりまして、まあ、そういうところから過去の歴史がその、ブラックマンデーとかブラックサスで、1929年の大恐慌も10月なので、起きるとすると10月なんじゃないかと私はそう思ってるんですけれども、本当になるかどうかは分かりませんですけれども、まだまだ今の現状は始まったばかりで、まあ、本当のその本番はもしかすると今年の秋かもしれないですし、来年かもしれないと。ただまあこの1000ドルを超すこの乱高下が今始まってますけれども、こういうことを繰り返しながら、まあ、次第にある、まあ、長期的な基調としてはだん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 下がっていくと、まあ、これはまた今月来月にすぐに1000ドル規模のその、下落が起きるかどうかそれは分かりませんですけれども、まあ、大きく変動しながら、まあ、だん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 そういう方向に向かっていくんじゃないかなというような気がやっぱりするものですので、一言お話をさせていただければというように思っております。あともう一つですね、このバブルを作ってバブルを弾かせるということがもうずっと、まあ、日本の場合もそうだったんですけれども、まあ、1970年代ぐらいから、1970年代は南米でしたけれども、まあ、その後日本のバブルから今度アジアの方に、アジアの通貨危機が1997年ですけれど、やはりそれもバブルを作ってバブルを弾かせて、またその後今度はアメリカに行ってその IT バブルとかリーマンショックということになっていくわけですけれども、まさにこのバブルを作ってバブルを弾かせていくということについて、イギリス そのフィナンシャルタイムズという日経新聞が買収をした、もうそれこそハイクオリティの一流紙の首席のエコノミストのマーチン・ウルフさんという方が、まあ、この何年か前にシフト&ショックという本を書かれたんですけれども、まあ、その中でハイマン・ミンスキーさんという方のミンスキーサイクルという景気の循環ですね、バブルを作ってバブルを弾けさせるというようなことのをもうずっとその、まあ、この経済学の中で一番重要な学説なんじゃないかということを紹介をされておりました。もともとはシフト&ショックという本が書かれたのは今から数年前ですけど、まあ、その中にその英語の本が最初に書かれて、それが日本語に翻訳になっているんですけれども、実際にそのマーチン・ウルフさんがこのミンスキーサイクルのことにご紹介をしたのは、実は私がロンドンで2008年のリーマンショックの直後の時に開催された、まあ、サラ金融の消費者金融 その国際会議でしたけれど、その中にウルフさんが特別のゲストとして紹介をされてご講演をされたんですが、その中でまさにこのハイマンミンスキーというミンスキーサイクル、バブルを作ってバブルを弾かせるということについてお話をされており、私もそこで初めて知ったんですけれども、まあ、残念ながらあれからもう10年以上経つんですけれども、日本でもそれほど知られていない。一部の経済学者の方にはご存知の方がいらっしゃるのかもわからないんですけれども、ほとんどやっぱり世間知られてないんですね。まあ、大体経済学ということになりますと、まあ、アダム・スミスとか、ケインズとか、マルクスとかという名前が有名ですけれども、まあ、ただ一番重要なのは、このバブルを作ってバブルを弾けさせるという、ミンスキーさんという名前が重要なんじゃないかなというような
ように思いましてご紹介をさせて、で今起きていることがまさにバブルを作ってバブルを弾かさせるんですけれども、中央銀行が作ったバブルでの生成とバブルの崩壊なんですけれども、中央銀行というのは銀行の中の銀行という、まさにそのバンク、バンクの中のバンクという一番のトップの銀行なわけですね。まあ、そこがバブルを作ってバブルを弾けさせたら、その影響はきっとそれはまた大変なことになるんじゃないかなと、そんなふうには一応思います。ただまあその予兆予兆がこの一連 の, あの仮想通貨のどれですね、あのその通貨 の, その下落の問題と、あと株価の下落の問題で予兆は見えてますけど、まだまだ本番はこれから先、ただ流れはそういう方向になっていくんじゃないかなと思いまして、今日の話をさせていただきました。以上です。まあそういうことでですね、やはりその入行とは行う世界金融支配は中央銀行を完全にコントロールできる状態において行われるわけです。今大量の紙幣が発行されている。この紙幣がこれからどうなっていくのか、これがデジタル化するのが今のコイン騒動です。となれば、紙幣をコントロールしている人たち、入行と。コインをコントロールするのもニューコートである。いわゆるニューコートによる紙幣からコインにデジタル化へとの革命だと私はまとめている。そういうことで、今日は和田先生にグローバルな金融実験ということが現在行われる。まあその結論が近々出るということ。それがデジタル化につながるのかということですね。でその点ね、まあ、一言、まあお話しさせていただければと思います。まあ、デジタル化はまさにデータ化、通貨のデータ化ということになるんですけれども、まあ、そのデータ化が進んでいくと、まあ、おそらく多分そのチップという形になってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、今JR とかその中でその、キップとかそういったものについて、スイカとかそういった形でそのデジタル通貨みたいな形になっていて、まあ、それがどん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 その進んでいく中で、まあ、データ加工されて、まあ、それでまあ売り買いをしている、まあ、大体そう切符の次にはその自動販売機のものの買い売り買いとかなんかも、まあ、それがそのスイカみたいなそのデジタル通貨ができるようになっているんですけれども、まあ、つい最近このアメリカとかロシアとかテレビの番組なんです、私自身が実際見たわけ、実際に実行したわけじゃないんですけれども、テレビの番組の中でまさにそのチップがね、その自動販売機の売り買いをしたということがアメリカやロシアで行われている、まあ、ロシアはちょっと記憶の間違いかもわからないですが、アメリカで行われているというようなことが報道されてたんですけれども、まあ、それと今回のその仮想通貨 の, そ の, であの通貨のデジタル化は、これ多分こうリンクしていく形になっていると思うんですね。まあ、それがそのチップでそのお金のやり取りをするという流れになってきて、まあ、それがまあ実際にそのチップを使ってそのお金を売り買いをしないといけなくなるという流れと、もう一つは通貨自身が大きく変動していくと。今外国の取引は日々の為替相場によって、まあ、かなりその利益が出たり利益が損をしたりとかっていう形で変動相場になってますけれども、多分このペーパーマネーは多分少しは残ると思うんですけれど、それとこのデジタルの通貨との間が日々こう変動していくという、まさにこれ自身も変動してくる、日常生活がまあほとんどまあかなりその変動相場みたいな形になっていて、これが実は何を意味をするかというと、これがまた博打になってくるわけですね。これはまあ大体デリバティブなんかもそうですけれども、最初は変動相場、ヘッジをするためにデリバティブが生まれてたわけですけれど、それがまあ皆さん、その中であのカジノゲームになっていて、博打になってたわけなんですけど、この仮想通貨の問題も、そのデリバティブと同じような経過をたどっていくということも十分あり得るんじゃないかなということで、まあ、最後はきっとそのチップの中で物の売り買いをするということと、あと、まあ、これがその、カジノになってくるんじゃないかと、まあ、そんなふうに思うという次第でございます。まあ、まさに世界の経済、資本主義経済がグローバル化になり、一握りの大金持ちと
とんどの大半の低賃金労働者、富の格差がますますあり、いかなる人間が持つ財産は、その一握りの世界を支配するグループによって管理される。それが、デジタル化ということと、マイナンバー制度とリンクするのではないかと、我々は考えております。日本はユーロシアの一員である。